近年、敵基地攻撃能力の議論が持ち上がっています。以前からあった話ですが、ようやく重い腰が上がった。野党議員も、ようやく理解できたのでしょう。今回は、政府が発表した、次期潜水艦建造計画に、VSL 搭載化を詳しく見ていきますね。一蓋式誘導弾の延伸が進められていますが、最終延伸距離は 1500km とかなり伸びることになります。海上自衛隊の潜水艦から発射されたら、ステルス潜水艦ですね。昨年末の2021年12月30日、日本の大手新聞社の読売新聞紙上にて、海上自衛隊の潜水艦が、今後、対地攻撃用の巡航ミサイルを実装する検討を開始したと報じられ、それは、VLS 方式である、可能性も高いと示されていた。VLS、バーティカル、ローンチング、システムの略とは、海上自衛隊の護衛艦等の水上戦闘艦も搭載している、ミサイルの垂直発射装置のことであり、潜水艦であれば、主として、世界各国の戦略型原子力潜水艦が、背面に装備していることで有名である。ただし、それらの戦略型原子戦は、核弾頭を搭載することもできる、潜水艦発射型弾道弾を運用する艦艇であり、今回、海上自衛隊が検討を開始したのは、攻撃型潜水艦に、対地攻撃能力の付与を目的とした兵装にするということだ。米海軍に置き換えて言うと、最新型の攻撃型原子力潜水艦のバージニア級は、背面に、12機の VLS を装備しており、そこから対地攻撃に用いる長射程トマホーク巡航ミサイルを運用できる仕様であり、高い対地攻撃能力を有している。このバージニア級は、水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 メートルにも達する、大型の攻撃型原子力潜水艦で、アリ VLS を12機搭載しているが、海自潜水艦を比較すると、はるかに小型であることが、調べるとわかる。例えば、海自最新鋭潜水艦の、大鯨型であっても、水上排水量3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルに過ぎず、通常動力型潜水艦としては世界最大級であるが、VLS を搭載する場合でも、数は限定的となっている。規模という観点で見れば、韓国のトサンアンチャンホ級が、水中排水量3800トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルの艦隊の背面に、6機の VLS を一応搭載しているので、これと類似する形になることが予想される。アメリカのバージニア級や、韓国の島山安正弘級が、VLS を搭載している理由は、言うまでもなく、対地攻撃能力を高めるためであるが、トマホーク巡航ミサイル等の兵装は、通常の 533mm の魚雷発射管から、運用することができる。ただし、これらの攻撃型潜水艦に与えられた任務の幅は広くなり、533mm 魚雷発射管から、発射される対艦攻撃用の魚雷や、巡航ミサイルの搭載数量や、それらを用いた戦闘への即時対応を確保する目的もあって独立した VLS が採用されている。日本の場合、昨年末に報じられた、対地攻撃用の巡航ミサイルとしては、現在のところ、陸上自衛隊に配備されている国産の、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型が充当されることになるわけだが、これも、VLS と魚雷発射艦の双方で使用可能と見積もられている。そのため、必ずしも、現状では、未保有である VLS 搭載型潜水艦を新規建造しなくても、既存の潜水艦も含めて、533mm の魚雷発射艦から、運用することを視野に入れれば、難易度の高い水中発射型、コールドローンチ方式の採用となる可能性は、低いと言えるだろう。以前、北朝鮮が、潜水艦発射型の弾道ミサイルを開発中だと、
世間を賑わせた際にも、そもそも、北朝鮮ごときの技術力では、難易度の高い水中発射型、コールドローンチ方式の実用化には、機微が生じたことも、記憶に新しく残っている。陸上自衛隊で現在配備している、1蓋式地対艦誘導弾は約200キロ。メートル弱の最大射程距離を有するとされており、中国海軍艦艇の接近阻止を起とするために、南西諸島への展開が拡充されているが、能力向上型では、飛躍的な射程距離延伸を、防衛装備庁革新に、着々と進められている。この、1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型に関しては2021年度から、2025年度にかけて、総額400億円弱の開発予算が投じられることが決まっており、その計画によると、射程距離は、第1段階で 900km、次に 1500km に上げることが、段階的な目標となっている。まずは、この、1蓋式地対艦誘導弾能力向上型がバージョンアップされない限り、VLS は、元より、533mm 雷発射管での運用も、机上の空論になってしまうが、こうした長距離の対地攻撃能力を自衛隊が獲得する可能性を示すことが、中国への牽制の第一歩であり、抑止力となるだろう。しかし、戦後、日本の自衛隊や防衛政策のあり方が、1蓋式地対艦誘導弾能力向上型を潜水艦に搭載し、長距離対地攻撃能力を獲得するというニュースが平気に出回ること自体、非常に変化してきていると言っても良いだろう。実は、ヘリコプター用搭載型の護衛艦、出雲、や、加賀、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載するために、航空母艦化改修に至った際にも感じたことであるが、一昔前であれば、専守防衛の自衛隊の理念に外れると言われ却下される内容であった。別に、日本国憲法が改正されたわけでも付け加えられたこともなく、戦後から現在に至るまで、攻撃的な兵器を日本が保有することは、禁じられている点は変わっておらず、どちらかというと、攻撃的兵器とは、何かという定義、範疇の解釈の問題となってきている。まず、日本政府の見解としては、日本国憲法第9条に、抵触する攻撃的兵器とは、具体的には、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦であるとの従来の解釈は、変えておらず、深い真意に関しては、方針の転換まではされていないのが現状だ。戦術した大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦の3種が攻撃的兵器に該当するとされる理由は、敵国の領土に届く射程距離を持ち、破壊目的のみに特化した大量破壊兵器だと、日本政府は公に説明しており、その先に胸騒ぎを感じた。日本政府の対応処置は、従来と変わらぬ見解で、表向きに維持する必要があると、苦慮している姿勢が伺えるが、純粋に軍事兵器として見れば、大陸間弾道弾はともかく、長距離戦略爆撃機や攻撃型の航空母艦は、現代においては、説得力に欠ける。近年は、戦闘機に、長距離攻撃用の兵装を施すことによって、かつての長距離戦略爆撃機に匹敵する能力を持たせることも可能であり、航空母艦も、艦載機の数からすれば、確かに、出雲、いや、加賀、は少ない方かもしれないが、それだけで、攻撃的ではないというのは、無理があるのではないだろうか。これから艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を並走することによって、長距離の攻撃能力を付与することが可能であることから、太平洋戦争後に制定された日本国憲法の記述そのものが、近代の兵器が時代の変化に対応していないことは明白であり、見直すべきだと思慮する。
日本国憲法第9条に関して、絶対に堅持すべきだと唱える一見すると、完璧平和主義者のように振る舞う勢力は、近年の中国軍事力の脅威増大を、実は、アメリカと旧ソ連、現ロシアとの間で、軍縮が進められたことが、及ぼした悪影響を実感していないことを理解していないのではないだろうか。これの意図するところは、アメリカとロシアが、従来の軍拡競争を抑制しようと、両国の間で見れば、平和的な軍縮条約、INF、中距離核戦力全廃条約を締結したものの、これに縛られない中国が、漁夫の利かのように、その分野の兵器の配備を加速させる結果をもたらしたと言っても過言ではない。INF では、射程距離が、500から500km までの地上発射形式の中距離ミサイルを、核、または、通常弾頭、共に保有を禁じたものであったが、逆に、中国のみが、その種の兵器を独占的に保有する状況を生み出すことになったのは、紛れもない事実だ。その危険を察知した米国前大統領トランプ政権の時に、INF を破棄し、現バイデン政権も踏襲しているが、アメリカ海軍が、世界に誇る大型原子力航空母艦の空母打撃群が、かつてのように、容易に中国へ接近することは、難しくなったままであることに、変わりはない。